ようあれがガノンか？なんか変な光出てるな。え？でもこれもう戦うんですか？ゲーム終わっちゃいますけど。あ、ちなみに最初のリンク強い状態のは前ショートにしたので大体カットしてます。反応が気になる方はご視聴していただけるとありがたいです。概要欄にリンク貼っておきます。え、この状態でのんきに宣伝します？ゼルダさん行くらしいですよ。わーお、好奇心旺盛。これこっそり逃げていい？リンクさん。ダメに決まってんだろ。ゼルダやらなくてもいいならいいけど。やりますやります、何でもやります。僕は君の王分身です。分身じゃないです。歌わないでもろて。え、何このフォトナのスラープみたいなのが詰まったって。もうそのゲームの名前は言うな。あららら、マリサさん刺激的。何がしたいんですかこの人。これからネタの神っていうか。やったー。いや、こんなことで遊んでる間になんか手と変な石が落ちてきてるんですが。はい、すいません。じゃねえよ、もうこっち瀕死なんだが。いや、お前があのゲームの名前言うからだろ。まあバッテリー持ってたからいいけど。アペかよ。体力回復はどうするんですか？いや、私自動回復なんで。おっさんさん。ちょっと私が始めといてあれだけど、そろそろゼルダに話戻しましょう。まあ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 、共感共感。で、なんかおそらくガノンである奴が動き出したけど。わあああああ、なんだこのホラーゲーム。え、なんかこれは私が前飛んでたらみたいなの飛んできましたけど。ゼルダー、ウォーリンク、お前がナンバーワンだ。いや、あなたがリンクって設定なんですが。あ、そうじゃんって、なんかめちゃくちゃ削られてるよ。なんで私がこんな目に助けてもフリー。なんだこの頼りない剣士。うわー、マスターソードと右腕が完全にやられちゃってますけど。もう一発来たぜ。私の棺桶は破壊石で作ってください。どんな要望だよ。まずい、変なこと言ってたらマスターソードが。お、でもちょっと傷つけてますよ。計算通り、剣一本でかすり傷一つってどんな計算だよ。霊夢です。そういうのいらんて。それが大魔の剣。我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。なんか喋り出しましたけど。ゼルダ、大魔の剣を持つ者リンク。なんで私たちの名前が。ラウの有希望。誰だよ。おい、真面目に聞け。この程度か。回復しちゃいましたよ。お前が奥さんか。うんだから真面目に聞いて。あ、なんかヤバそう。とてもヤバそうです。あ、それ私たちに撃つんじゃないのか。何がどうなった。そっちの手？そんなこと考えてる暇ない。頼む、届いてくれ。え、なんか黄色くなって。消えた？で、これ私どうすればいいの？これは高速飛行して助かるしか。え？この手はさっきのフォトナにありそうな。あのガノンについてた手だな。はい、すいませんって、なに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 。でもまあ、あの手は味方側っぽいですね。あ、これかかりこ村の人たちじゃん。これは、さっきの手？え？これリンクの右腕になってませんか？なるほど、今作は腕のいい医者がいるのか。そんなのいてたまるか、世界観壊れる。ゼルダの制作者様はそんなたわけじゃないですよ。起きた。そりゃ起きたら自分の右腕なくなってたら驚くわな。まあ、ちゃんと動かせるのは良かった。気が疲れたようですね、リンク殿。いや、誰誰誰誰。私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。ゼルダから？ということはゼルダは無事なのか。瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで何より。
貴殿の手は朽ち、命に関わったので代わりにそうさせてもらった。あなたが仮面ドクターズのエース、今回いろいろぶっ込みすぎだろ。え、マスターソード、今作最初から持ってんの？でも朽ちてますからね。途中で何かしらイベントがある可能性もありますね。お、もう動かせるのか。多分マスターソードで根っこみたいなのを切って進むんだろうけど。マスターソードどこやねん、嘘だろお前。普通にここにあるんですけどね。なんかここら辺で反応あったから、A 連打しとけばいいでしょう。あったはどこか知らんけど、これ実はどっかから出られてハート何個かないと抜けれないとかないよな。お、よかった普通に抜けたな。なんか入手した時の音も悲しげですね。あ、やっぱりそれ切っていく感じだよね。そうだよね。いいや、お前それどこにつけとんねん。そんなことはどうでもいい。朽ちていてもちゃんと切れるっぽいわね。何回かにも触ってくださいっていう感じのありますね。なんかスキャンできたっぽい。あー、ワープ地点か。なんだ？なんか動き出しましたね。え、もしかしてここ開く？開いたな。じゃあ左の回ってるやつはまだ行けない感じですかね。扉の奥行ってみたけど、なんか飛び込み台あるな。とりあえず一本道進んでいくだけで良さそうだな。なんで飛び込み台とか水とか壁いろいろあるのかなって思ったけど、これチュートリアルか。確かに私たちもティアキンでゼルダデビューしたので、これはありがたいですね。他のゲームと操作方法全く違うもんな。これ登るときジャンプと手を離す間違えるわ。それ一歩間違えたら死にますよ。あ、これなんか飛び込み台ちょっとずつ高くなっていってるな。多分どんな高さからでもダメ受けないよってのを伝えたいんだろ。はい、もう一回飛び降りただけなのでカットしました。ブレワイでは装備もらえてたけど、これ今作はないのか。しっかりあります。さてさて、じゃあ外に出ましょ。ここどこなんだろ。ブレワイでは多分なかったけど。え、ちょっと待て、そーらーって、しかもこれ飛び込むの？さすがに限度があるだろ。限度が、ここ飛び降りるからあんなどの高さから落ちても食らわないの念を必死してたんですね。いや、だから限度があるよ限度が。まあ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 、明石行きまーす。だから今日いろいろぶっ込みすぎだろ。いや、墓石行きまーす。微妙に似てて草。最初らへんの伏線だったんですか。お、これ多分ムービー入るな。なんか竜も飛んでますね。誰だあれ、ネルドラか。もう今回は完全に空が舞台の感じなのか。え、でもここだけ、ゼルダにしては狭くね。これがノンどこにいるんですかね。あ、雪の機体もありますね。今作もポカポカの実で行くんやろな。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。もうこれは今始まったと言っても過言ではないな。お、動かせるようになった。とりあえず加速しながら水に突っ込みますかね。頭から行くんかい。そして平気な顔しているリンクさん。今リンクさん葉っぱに引っかかってます。溺れるて。はい、自ら上がりました。始まりの空島ですか。ブレワイでは始まりの大地だったな。これ始まりのってことは他にも空島があるんですかね。確かにゼルダならあるが、どうやって他の島行くねんって感じだな。ですねー。悪かったから話に入れてもろて。おキノコ発見。いつものハイラルだけじゃないな、これ見たことない。空だけですか。そのまんまだな。てか回復量 0.25 テスクな。ブレワイのハイラルだけとかのキノコは 0.5 回復だったぞ。今作は回復厳しめなんですかね。お、序盤でおなじみの木の枝さんじゃん。あれ、これ待てよ。これマスターソードの方が威力低いじゃねえか。まあ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 、折れてるのに加えて正気もついてるんだからしゃあないだろ。まあそういうことにしとくか。うお、びっくりした、これ敵か。よそ見、ダメ、絶対。なんだその顔持ち。もう序盤のうちはラッシュとか考えなくていいか。まあまだ教わってないですしね。あ、そうか、なんかここらで教わってた気するわ。あと雑魚敵は普通に殴った方が早い感じするしな。違うなリンクな、敵の前で口笛吹くやつがどこにいるねん。あなたですけど。操作してるの霊夢なんだよな。てかやべえ、木の枝壊れたからマスターソードしかない。弱いのもあるけど何より使っていいのかわからん。まあここで使うのは仕方ないでしょう。あっちから弱まってきたけど木の枝落としたからこれでいけるわ。これ地味に切り替えむずいな。これインベントリ開いた方が早そうだな。よしよし終わりと。やっぱまだ操作にちゃんとは慣れていませんねー。なんかいろいろ落としたな。ゾナウエネルギーと、
兵隊ゴーレムの角ですね。そんなめちゃ重要そうでもないし、結構簡単に入手できそうだからあったら取るぐらいの感覚でいいかな。沖の枝じゃなくて棒来た。結構これもそこら辺にありそうだから、しばらくは主力になりそうだな。なんかさっきのやつと似たようなやつがいるわ。ゴレイはロックとかヒノックスと同じくらいのレベルぐらいのボスだったりする？見た目完全にドータ君とグロス合わせた感じだけど、だから今回別ゲーとかドラマのネタ多すぎだろ。まあめちゃ似てますけども、なんか動き出してますが。おう。リッキリンも混ぜとくわ。首長いだけだろ。なんか可愛い感じの出てきましたけど。これもしかしなくても敵じゃない？そんなことある？いつの間にか執事ついてたらしいわ。まさかのガチガチの味方。ゼルだから？あ、シーカーストーンじゃん。ちなみに今回カットしてますけど、ブレワイの頃のシーカーストーンから、ブルアパッドに世代交代したそうです。誰が作ったか一瞬でわかるな。これスイッチやん。もしや次世代機はまだまだ出ないという伏線。どんな伏線ですか？やめとけやめとけ。あ、これゼルダが使っていたプルアパッドってことか。なんで羊ゴーレムちゃんが持ってるんですかね。ゼルダはプルパの地図の示す場所にいる？こんなところでずっと突っ立っとくのも暇ってことか。で、ここが時の庭で。あれが時の神殿らしいですね。時の神殿ってグレワイでハイラル王からパラセールもらった場所だけど、ここはそれとはまた別っぽいな。この空島にガノンがいるなら時の神殿にいそうだけど、とりあえずあれ触ってゼルダの場所に出発かな。あーなるほど、橋ができるんですね。普通に行けると思ってたけど、そういえばパラセール持ってなかったもんな。グレワイでは祠何個か回ってからハイラル王からもらったけど、今作はいつもらえるんだろうね。前のハイラル王も何すればいいかとか案内してくれてたから、あのゴーレムかなんか姿は見えないけど声だけわかってるやつあたりからもらえそうだけどな。おまた羊ゴーレムちゃんいましたね。てか羊と兵隊どっちも同じ感じのゴーレムの気がするけど、なんで敵対してるんだろうね。ガーディアンみたいに乗っ取られたとか？あれ？でも羊ゴーレムの味方っぽいですけど、あなた様を発見次第上位とみなし排除を試みるでしょう。アリンクは敵と勘違いされているってことですか。え、じゃあ羊の味方普通に倒しちゃったじゃん。どうしよう。あ、どうやら全然容赦せず倒していいらしいですね。あれもしかしてこの子たち以外と辛辣？お、ZL 注目教えてくれたわね。これはシンプルにありがたいな。結構使いそうですしね。私を練習台にしていいけど攻撃はしないでくださいですって。そう言われたらやりたくなるのが人ってもんなんだよ。やめろやめろ。天の弱定期。おいお前熱いのでしょうかって言われてるぞ。絶対裸だからでしょうね。マジでなんでこの子はいつも裸になりたがるのか。は、やっぱりもしかして手術をしていて服を着ちゃったからとか。あれこれもしかて前のガーディアンみたいに素材ゲットできるんじゃね。 OKOK 案の定案の定。これも見つけ次第触っていく感じで良さそうですね。まあ面倒くなって無視するかもだけどね。あれ、なんだこの花、もしかしてあいつか。何回どうしたけどこれ何すればいいんだ。あ、これ近づいたらいいのか。お、今作もしっかり言うんですね。ゴーレはいい情報をいただきましたわ。そういえば普通の人は見えない設定だったっけ。こいつ今作もぼっくり見るらしいですから、またこのコログのみでポーチ増やしてもらうんでしょうね。お、投げとポカポカのみあるやんけ。右側雪地帯だったからここで寒さガード作って後々行くんだろうな。オープンワールドなので先に行ってみてもいいですが。まあ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 、せっかくの初ゼルダなのでここはストーリー通り。あーゆーち、初です。あゆちってま、ただいま。おかえり。はい、ゼルダでトップクラスに重要な食料ポカポカの実を入手しまして、無事ゴーレムにも復讐しました。一応は勇気だったんだけど。さてなんか君キノコかなんか焼いてるねー。一旦身を守る状態になってもらおうか。こいつこっそり盗もうとしてやがる。ありがたくいただきまっせ。あれこれ強制ストップ入ったな。なんだその名前。これしか思いつきませんでした。てか身を守る状態でも見えるんかい。てか羊ちゃん優しすぎますよ。普通にくれるらしいです。それに加えて失礼しましたとか言ってるぞ。配慮がすごすぎる。こっちが完全に失礼してるのに、本当にそうだよ。この後食材の焼き方まで教えてもらいました。本当に何から何まですいません、うちの霊夢が。まあ、試すのは今はいいかな。料理ポーチに焼きがあったり、効果を消したい食材がない限り鍋の料理の方がいいし。てか危ねえ危ねえ、強制ストップ入ったから木の棒焼けるところだったわ。てかなんで羊ちゃんキノコ食べないのに焼いてたんだろうな。てか目的地時の神殿やんけ。ここでゼルダと会ってまたガノン出てきてまた冒頭と同じ展開になります。それ無限ループだろ。まずガノン出てくる雰囲気じゃねえだろ。今作もというか今作はというべきかもしれませんが、時の神殿でまたパラセールもらうんですかね。となったらゼルダからもらう可能性もあるねー。
てかうちのチャンネルブレワイやってないやん。視聴者さん目線なんでやってないのにブレワイではこうだったとか言ってんだこいつって感じじゃねえか。ああそれはシンプルに有名な方の実況動画見てただけだね。だいぶ前に一回見て、エアキン発売するちょい前に好きな実況者さんがブレワイの配信やってましたから、結構いろいろ覚えてますね。まあ操作とかはあれだが、完全初心者というよりはブレワイプレイ済みっていう感覚で OK だな。そんなめちゃ細かいところとかは覚えてないけどね。まああくまでどちらかというとっていう意味だ。だからたまに重要な部分が抜けてたり、間違った発言をするかもしれないが、そこら辺はご了承していただけると嬉しいです。まあそんな感じにうちのチャンネルのゼルダ事情でした。いいねこのゴーレム剣落としたね。てか結構ここ重要そうなのに、警備一人だけなんですね。3から5体ぐらいいてもいい気するけどな。お、こいつ盾も落としてんじゃん。早く弓も欲しいですね。ここ触ればいいのかな。え、なにマジでびっくりしたんだが、中の人こことか、ここでスラム反応だったのに、ここめっちゃ叫んだんだが、なんでだよ。めたい。この扉は、力を持つものでないと開かない。お前はあの声の正体？失礼。驚かせてしまったようだ。先ほど話をした者、その右腕の元の持ち主。右腕の持ち主？ラウルです。ラウルさんが右腕くれたってことですか？すんげーパワーワードだなおい。ラウルってガノンが名前言ってたよな？言ってましたね。なんかラウルも怪しいか？でももしガノン側だとしたら助ける意味ないしな。わけあって、私にはもはや実体はなく、このような姿で失礼する。多分もうブレワイのハイラル王と同じでなくなってるんでしょうね。さて、この扉は私の右手で開くはずなのだが、どうやら力が失われているようだ。あ、そういうことか。だから拒否られたってことか。聖なる光の満ちた空間なら、その手に力を取り戻すことができるはずだが。どこだそれ。デブの貴様ぐらいしか心当たりないし、まずここ空だし。この島にある祠を回ってみてはどうだろう。あ、そういえば祠巡りまだしてなかったな。なんか見た目も変わってますね。てかこれ雪の地帯に一つあったな。これ祠行った状態でここ来たらどうなるんでしょうね。あ、じゃあ次回試してみますか。きっと力を取り戻せるはずだ。消えたな。はい、ということで今回はこれで終わろうと思います。次回は祠巡りとかを中心的にやったり、中の人のやる気が出たらさっき言ってた検証もやろうと思ってます。投稿頻度もなるべく上げようと思ってるので、チャンネル登録、高評価、コメントなどして待っていただけると幸いです。それでは。